朝活あるある起きてすぐコーヒー飲んでも全然シャキッとしない、えー、今回ですねじゃんこちらでございます、えー、朝活手帳ですね2025今2024年なんですけれどももう僕が朝活を始めて、えー、2月なんで1年半ぐらい経ってると思うんですよで朝活っていろんなことをしてて、まあ、最初はラジオ体操運動で釣り筋トレワークアウトで今は将棋って、まあ、ゲームをしてる時期もありましたしね でそれで、まあ、こうの本が面白くて、なんかこの、どういうふうに書いておけばいいみたいな。これどこまで、なんか著作権問題ってどうなんですかこの、僕はよくわかんないんですけど、調べろって話ですけど、これは著作者のものじゃないですか。じゃ書き込んだノートって誰のものなのって僕は思ったりはしてるんですよ。で、自分が手書きで書いてるのをトり行くと、まあこんな形で、毎日書いてて、で、声がどんどん溜まっていくんですけど、やっぱり日、に みたいな形で溜め込んであこんだけ自分やったなって見えた方がいいんで、まあ、ちょっとねこちらを買ったんでまあ今から朝活するっていう人を応援するためのものだと思うんで僕はたまたま1年半続いてるんで、まあ、これからも続けていくんで、まあ、そういうのねいろいろちなみにですねこちらでございますよあの大谷翔平ノートみたいなのがあってこれ将棋なんですけどなんか将棋で初段になるためには。 どういうい能力が必要かとかと、まあ、今最近将棋にはまってるんでだからなんかこの朝活メソッドみたいな形でこ,のこんな形で作っていくと面白いかもしれないですね朝活をする理由とか例えば起きれないんだったら起きれるためにどうすればいいかとかだったら目覚ましを2個かけるとかね朝起きた瞬間にシャワー浴びるとか顔を洗うとかコーヒー飲むとかまあ何でもいいんですけど十分早く寝るとかね 枕を変えるととか、まあ、そういうういいいのででも思んすけど結構です、ね、これはおすすめなんで、まあ、それが一番最初のページ書き込めたらいいんですけどちょっとそれが書き込めないんでただですねこの本あのー、高いか安いかって人それぞれの概念なんですけど2500円するんですよいや100均のノートでもう思ってましたよこの言ったらこれ100円のノートです100円のノートで、まあ、言ったら言ったら ここうううあるじゃないいでですか別に例えばここで今日9月28ですかこ,ここに9月28って書いて9月28の出来事を書いて9月29で9月29の出来事をしたらこの2,000円あれば25冊買えますからその何年分やねんっていう話じゃないですか。で僕きれいにノートが取れないんですよきれいに。だからこれだとこうきれいにノートが書けるというかまあ どこどどう著作権上の問題というか一部だとどうなんですけどこんな感じなんですよ。こんな感じ。 でこれをじゃあ手書きで作ろうと思えば手書きで作れなくはないけどめっちゃ時間と手間と面倒くさいんですよそもそもそれがだったらもう書いてもらってるやつをやった方がいいしで専門家でやってる人のやつの方が、まあ、より一層いいんだろうなーっていう風に思ってるんででなん,んなんかこの「朝活」ってなんかこのなんか意識高いみたいなイメージがあるじゃないですか。 なんかモ,モデルの人が1日朝になんか毎日2リッター水飲むとかなんかモデルの人すぐモデルの人出しますけどなんか炭一時期炭酸水飲むとかなんかスムージーだとかななんかそういろいろあるじゃないですかヨガして朝瞑想したりとかなんかそんな形で敷居が高いってなってますけどめっちゃ単純な話で早寝て早起きるだけですからね。 だけど世の中としては世の中の仕組みとしては全員が全員早く寝て早く起きられたら困るわけですよ。夜働いたりとかも勝手になんか7時から9時までがゴールデンタイムだみたいな形で7時からまあ言ったら11時ぐらいまでが一番楽しい時間だからその時間に寝るのもったいなくねみたいな感じでもうだからもうずっとこうある種印象操作を押し付けられてるわけじゃないですか。そう考えたら 7時から11時まで起きてる方がなんか楽しいよね逆に考えたら7時から11時まで起きてる人の方が意識高いよねってなるかもしれないですね。朝活をしないから朝活をした朝早く起きた方が一日をよく過ごせるのにそれを削って。 このゴールデンタイム的な時間を活用して朝起きないでギリギリに起きるみたいなことをしてる方が逆に意識高くねみたいな形に思うかもしれないですからねまあねまあでも実際まだ使い始めてでまあでも本当になんかこの自分が朝活始めた時にこの手帳とあってこれでやってたらうん、なんかもっとうまく続いてたらし のかなとかなとしまあ、これがめんどくさくなって、えー、やめてたって可能性もあるんですけど、まあ、僕は結構メモが好きなんでメモするのは好きなんでだからこれを埋めていくのも好き、まあ、でもこれだけじゃ物足りないというか足りないんで、まあ、こっちのねノートも買ったんでこっちもまあ、こっちの方がメインかなと思うんですけどただこれだとあのー さっきの朝活手帳みたいな形でなんか積み重ねてるのがパッて見れないんですけどでこれもですねちなみに2500円ですので、ね、2つで5000円ですよ5000円、まあ、1年間っていう目で見るのとこう読み返すために書くっていうのが僕は大事だと思ってるんでこれ書いたらもう書きっぱなしなんでねやっぱ書き終わったら読み返すっていうのが大事なんでだからなんかノートの書き方もなんか読み返しやすく楽しく書こうみたいなことを思っててだからこの朝活手帳はなんか読み返したくなるような 形なんですよだからこっちのノートの方も読み返したくなるようなノートの書き方をしたいなと思ってだからノート術の、ね、本とかも結構読んだりはしてるんでえー、ということですね「あのーまあ、朝活始めてみてよ」ってお酒やめたお酒やめたのがきっかけっちゃきっかけですからねお酒やめてできた時間何しようかなと思って朝活始めたみたいな形でで夏場は結構朝活しんどいんで とも暑いですから、ね、でまあ少しずつも涼しくなってきてるんで朝涼しい時間になるし冬になると朝起きって朝めっちゃ寒いんでんやりづらいんでんか今の時期から朝活始めていくとまあ冬で寒い時期でも、まあ、スッとね。 いけるるって形になるんでまあ今のうちに習慣づけるのでまあ何かしら多分これ朝活だけじゃなくて朝活、まあ、手帳が朝活って書いてるんでいいのかなと思うんですけどあの結構ねおすすめなので、えーまあ、自分しかり周りの人でねしかりとかちょっとね書いてみてはいかがでしょうか。